はいどうもこんにちは、マキトンです。ということで今回はですね、僕が持ってるスニーカーを紹介していきたいと思います。はい、最近はスニーカーをねちょっと集めるのが趣味まではいかないんですけど、本当になんかスニーカー可愛いな思うことが多くなったので、結構ね服に合わせていろんなスニーカーを買うようになったんですよ。僕が今持ってるスニーカー 1,2,3,4,5,6 6個しかねまだ持ってないんですけど、6個紹介していきたいと思います。僕はマジでかっこいいな、服に合わせやすいなとかっていうのでしか買ってないです。それを皆さんに紹介していきたいと思います。まず最初に紹介していくのがまあこちらですね、ナイキダンクローのパンダですね。他の動画で購入品紹介かなんかでね紹介したことあると思うんですけど、もうこれはずっと本当に履いてます。もうねベコベコになってきました最近は。はい、で靴ひもをね変えてます。なんでかっていうとですね、まあ、単純に黒ひもが飽きたっていうのと、こっちの方がおしゃれじゃねと思ったからです。何にでも合わせられるからマジで優秀、本当にそう、めちゃめちゃ履いてますこれは。ということで1つ目、ダンクローパンダでした。はい、で2個目もね、まあ、似たような感じになるんですけど、こちら続いてのスニーカーはナイキダンクハイのオレンジブレイズですね。これはね僕のインスタでもねもうもちろんなんですけども、コーデねめっちゃ使ってます。なんかね本当にオレンジって差し色で入ってるとめちゃめちゃ可愛いんですよ。なのでオレンジ色合いをねちょうどいい霞んでる感じのねオレンジ、ちょっと光飛んじゃってるかな、今日のコーデつまんないなって思う時にこれ入れるだけでマジで1個上になる、パッと見の印象が変わるんで本当にオレンジおすすめです。まあ、しかもオレンジのハイってプレネとかあんま高くないんですよね。定価が確かハイが1万2000円とかだっけ、僕が買ったのが多分1万7000円8000円ぐらいだった。スニーカー初心者の方でも手出しやすいような価格になってると思うので、オレンジはね僕的にはめちゃめちゃおすすめです。てな感じでタンクはこんな感じです。続いてアディダスいきます。アディダスこちらアディダスのフォーラムの84っていうモデルになってます。マジで青と白の形の色違いもあるんだけど、これは確かね海外展開しかしてなかったんです。この色はレトロ感出てるんですよね、このフォーラムの84の青は。これはめちゃめちゃ色合いが好きで即買いしましたよ。最近のアディダスの中で一番可愛いと思うんだよね。白ベースだからマジで服とかにも合わせやすいと思う。まだちゃんとコーデを組んで写真を撮って載せてはないんだけど、今後載せていきますので皆さんインスタチェックお願いします。でもマジでこれは可愛いと思う。トラビスの AJ1 の青のやつあるじゃん、あれのローも欲しいなって思ってたんだけど、でこっち見つけてからあれよりこっちの方がかっこいいんじゃないとかって思っちゃったんで、まあ個人の好みではあるんですけど、僕的には青のスニーカー今おすすめしたいなってなったらこれマジでいいと思います。ちょっと余談挟むんですけど、なんかスニーカーの売買のサイト、なんかスニーダンさんとかのもし案件くれたらやるんで、いつでも連絡待ってます。はい、ちゃっかりね、ちゃっかり宣伝していく。じゃあ続いていきましょう。続いてこちらニューバランスの550550、最近まあ日本で展開し始めた形なんですけど、エメレオンドレって皆さん知ってますかね。まあ日本で言うとキースみたいなブランドかな、そのエメレオンドレとコラボしてできた550ですね。見にくいんだけど、まあ、終端にエメレオンドレって書いてるんですよね。で色合いもね普通にニューバランスだけど、単体の550と色がちょっと違って、赤で言うとまあ、ちょっとくすんだ感じの色になってます。レザーの使い方とかも全体的に違かったりするんで、あとは後ろがこういう感じで左右非対称になってる。このスニーカーはマジでインスタでめっちゃ使ってます。はい、でもなかなかねエメレオンドレのコラボのやつが二次流通に出てこないんですよね。出てきてもちょっとまあ普通のニューバランスよりはちょっと高めになってます。でも赤は比較的安いはずです。はい、でも俺は一番赤が可愛いなと思ってます。続いてはこちらニューバランスの550エメレオンドレコラボのやつの緑と黄色のやつですね。これ見てください、この色合い。ニューバランスのエメレオンドレのコラボって言ったらまあこのスニーカーが多分ね一番、まあ、目玉って言ったらいいんですかね、一番まあ色的には注目されてたスニーカーです。これはね今インソール入ってるんだけど、ここにもねエメレオンドレってこういう感じの配色に
なってます。まあこのスニーカーはもうね、どこにでも合わせられるよねって感じですね。いろんなシーンで使いやすいんじゃないかなって思います。これは、まあ、これのシンプルな緑のニューバランスの550コラボしてないやつもうめっちゃ可愛いんで、それだったらまだ多分ね手に入れやすいかなって思います。はい、もし気になる方は550の緑調べてみてください。今が5足目なんで次がラストになります。次ラストはじゃじゃん、ナイキエアジョーダン1のトラビス・スコットのコラボですね。はい、もうねマジでずっと欲しくて最近本当に購入しました。購入先はリンカンさんで購入させてもらいました。マジで可愛くない？本当に渋いよね。みんながね欲しがる理由が分かるし、プレネが上がる理由が分かります。本当にこれに関してはで、靴紐が4色ぐらい入ってたっけ、もともと何色か入ってるんですけど、まあそれをまあ黒とピンクで左右非対称にして履いてます。僕はなんかトラビスと言ったらなんかそのピンクの靴紐みたいな感じのイメージがあるんですけど、両方ピンクにしちゃうのもなんかなと思ってこっちは黒にしてます。そのスウェードの質感もめっちゃ好きだからさ、俺これあ、これサムネありかも。おすすめはまあしたいんですけど、まあ、値段がまあ僕が買ったのが多分20万円ぐらいかなで購入しました。色味もねスウェードの生地感もちゃんとしてると思います。これはマジで本当にめっちゃ最近でも履いてます。ソールがいい感じにね味が出てきてる、インスタでたくさん履いてるところ見せたいと思います。はい、ということで僕が持ってるスニーカー6個全部紹介していきました。はい、これからまたスニーカーとか買うこととかねまたあると思うので、また新しいスニーカー増えたりとかしたらまたスニーカーの動画を出していきたいと思います。と、もしおすすめのスニーカーとかあったらコメント欄にぜひコメント待ってます。てな感じで今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。もしねこの動画で初めて僕の YouTube チャンネル見たよっていう人はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アキトンでした。バイバーイ。